ホリエモンチャンネル。まあ、それで、なんでそっからパン屋になるんですか？人口3万人ぐらいの、まあまあでかい島なんですけど、はい、そこで、パン屋さんがあったの。はい、その紹介してくれた人が、たまたま、白鳳堂の地方創生事業をやってる、なんか、事業があるの。はいはいはい、そこが、なんか、古民家を改造して、観光案内所とパン屋さんをやってたんですね。それは本当に本格的な、はいはい、ちゃんとしたパン職人が、作る硬いパンがよくある。はいはいはい、で、わぁ、すごい洒落てるパン屋だな。全然売れないでしょって言ったら、もう毎日完売ですって。あー、なるほど。で、パン好きな人は、SNS とかで美味しい都会のパン屋さん知ってるから、はいはいはい、本当は買いに行きたいんだけど、買いに行けないでしょ、うん、でも自宅の近所にできたら、みんな買いに行くわけですよ。そうなんですよ。うん、パン屋、うん、僕、兵庫県の川西市っていう田舎町なんですけど、うん、パン屋、マジで潰れないんですよ。一、うん、回これ習慣になっちゃったら、うん、もう、平気で20年、30年、ずっといるんですよ、パン屋ってなんか。あとね、あれ、給食のパンおろしてんのよ。あー、それで回してんすか？あ、でもそうだった。確かに、はい。そうなんですよ。だから要は、習慣化してる人たちとパン屋さん。なるほどね。だからアメリカの占領政策はうまくいったんですよね。要はだから北米産の小麦を安定的にするために学校給食にパン食を導入したわけです。米食じゃなくて、もうだって僕の子供の頃とかご飯の日っていうのは決まってたもんね。ああ。月に2回ぐらいしかない。なるほど、なるほど。なんでパンなんだろう、ずっとって。家でご飯食ってんの。なんで学校ってパンと牛乳なんだろうって。確かに。すげえ不思議だったんだけど、はい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 、これはだからアメリカの戦略です。完全に。でも小麦の奴隷は関係ないでしょ、学校なんか売ってないでしょ。売ってない。それでもうまくいってるじゃないですか。そう。どうやってんですか？あ、だからその五島列島の話と一緒で、パン好きの人は本格的な焼きたてパンを食べたいんだと。はい。なんですけど、町のパン屋さん一軒あるんだけど、大樹町にも。そこは、学校給食のパン屋さん。はいはい。ああ、そういうことか。はいはい、全然やる気ないわ。はいはい。まあ、本当にやる気ないわ。やる気はあるよ。やる気はあるんだけど、いや美味しいよ、そのパンも。でも、まあ、要は経営努力しなくても、もう回ってるからってことですね。うん。はいはいはい。っていうぐらい、あと田舎にエンターテイメントがなさすぎて、パン屋に並ぶことがエンタメになったりしてる。それがすごいっすよね。それ全然その感覚わかんなかったな。でも実際盛り上がってるもんな。実際盛り上がってるんですよ、はいはいはい。で、まあ、パン食の人たちを相手にしてやるだけでも良くて、はい、これから歯を抜けるように地方の特にもう過疎地帯のパン屋さんとはなくなってくるんですよ、はい。なぜならパン屋さんというのは重労働だからです。ブラックロードです。正直。へぇー。だって朝食うもんでしょ、パン。まあ確かに確かに。8時とか9時から買いに行きたいもんじゃない？ってことは、逆算すると、だいたい2時とか3時から作ってる。あー、大変ですね。あのね、パンってめちゃくちゃ大変で、粉を水と混ぜて、はい、こねて、はい、一時発酵させて、はい、休ませて、はい、またこれを成形して二次発酵させて、はい、で、休ませて焼いて、はいっていう、これぐらい工程があるわけです。これね、4時間とかかかるんですよ。やば。最低でも。やばい。うちは冷凍生地にしたから、1時間でできる。あー、なるほど。で、その一番難しい粉と水を混ぜてこねるっていう作業がいらないから。はあはあ、つまんないわけ。はいはい。そこは。はいはい。こう、なんか粘土細工みたいに、最後成形してオーブンで焼くと、パンになるっていうのは、これ結構見てて飽きないんだけど、はい、毎日やっててもまあまあ飽きないんだけど、はい、最初の作業は、なるほど。正直こねこねするところね。はいはいはい。だから、これ難しい割に、つまらないから、パン職人ってもう増えないと思うんですよ。今のパン屋さん、田舎にある今のパン屋さん、みんな団塊の世代ですよ。あー、なるほど。人口多かったから、はい。はいはいはい。だから、パン屋さんになる人たちも一定数いたんだけど、パン好きで、パンが大好きで、パン職人になりたくて、今、自分の田舎でパン屋さん作りたいっていう人たちが、給食のパンとかの、とかパン好きの人たち、を相手にして30年間やってきました。だけど、子供たちは継ぎたくない可能性が高い。うんうん、親の姿は、ひどいです。うちのお父さんは、なんで2時とかに起きて、はい、他のお父さんは朝、6時とか7時に起きてるのに、はいはいはい、なんでうちのお父さんだけ2時に起きるんだよ、みたいな。いろいろなんかあるじゃん、はいはい、不具合が。ね。確かに。で、それが、嫌だから、もう僕は継ぎたくないとか、まあ、普通に言うわけです。あ、どんどんなくなっていくわけ。あ、もう、田舎はコンビニの袋パンだけになっちゃうんです。
そこを埋めるために僕たちは1ヶ月でパン職人になりますよと。はいはいはい。まあ誰でも作れますよ。はいはい。っていう風なのを売りにしたら、なんとか人が集まるんです。すごいですね。今も田舎はどうなるかっていうと、これから、はい。教えてほしい。消費者はなかなか減らないんだけど、はい。生産者が、というか、労働従事者が、どんどん少なくなる。そういう大変な特にね、その、割の合わない。そう、はい。パン屋さんとかっていうようなものって、おじいちゃんおばあちゃん食うんですよ。給食で食ってたから、ね。ああ、面白いですね。なるほど。だからおじいちゃんおばあちゃんってもうなかなか死なないですよ。え？なかなか死なないですよ。死なねえよ、はい。元気って言い方してください。なかなか死なねえとか言わないから。もう炎上されたらあんな一人で炎上してよ、もう。ほんでね、消費者は減らないんですよ。はい、そうだよ。元気を、日本のおじいちゃんおばあちゃん元気ですから。だから、需要はなくならないんだけど、はい、供給ができない。あだどうやって田舎に、これまでにあった生活インフラを供給するかってことを考えるってことが多分大事。はい。パン以外にあるんですか？パン以外よ、だから、蕎麦とか。蕎麦も大変っすもんね。蕎麦とか大変。でも同じ理屈じゃないですか。そこをじゃあ外注してしまえばってことなんじゃないですか。ああ、だから蕎麦も今考えてる。あ、蕎麦もやるんですか？うん、やる。何で超美味しい蕎麦を、はい、その手打ちじゃなくて。手打ち蕎麦じゃない、でも蕎麦の身の香りが。蕎麦屋さんもやるんですか？やるやる。何すか？いや、だって全部供給しなきゃいけないから。中華料理やる。中華料理もやるんですか？あとカレー屋さんもやる。堀江さんって暇なんすか？暇じゃないよ。あとね、ロケットの話、ね、町寿司もやりたい、ね。回転寿司じゃなくて町寿司。ああ。なんすかそれはなんか勝ち目があるなと思うんですか？もうだから。蕎麦はちょっとわかりました。今の理屈言うと。でもみんなそれは全部食いたいものじゃん。あ、確かに。確かに。でも、とにかくポイントは人手がもう不足するから、あ無駄な人手は使えないんですよ。はいはいはい。もうレジとかはレジレスにしないときつい。あー、なるほど。なるほど、なるほど。パチパチレジを打ってくれる、回転の速い人とかもいなくなるから。確かに。奴隷もすんげー細かい、実は工夫をしてて、小麦の奴隷って食パン以外、食パンちょっと高いんですけど、はい、それ以外は値段3種類しかない。あ、そうでしたっけ？そうなんですよ。え、そうでしたっけ？値段3種類しかないんですよ。これね、パンの値段が3種類って、普通のパンじゃありえないんですよ。みんな細かく168円とか、195円とかさ。なんで3種類なんですか？レジが簡単だから。ああ、そういうこと？そう。そこをこう、簡単にするためにな。なんか、あんまり僕別に田舎の人ディスりたわけじゃないんだけど。ディスってますよ、だけど。割とのんびりした人が多いんですよ。ああ、なるほど。東京とかいると、みんななんかせかせか、せかせかしてるじゃないですか。そうですね。客もせかせかしてるし、はい、なんかね、そのレジ打ってる人とかも。そうだ、そうしないといけない雰囲気ありますから。こうやってやってるじゃん。はい。あれ、田舎行くと、もう、全然のんびり。じゃあ、そう、東京のあれでやると、要はその、再現できないんですか？これの感じでレジ打ってって言っても。そうそうそう。だパンの値段なんか、なんか、20種類もパンの値段あったら、覚えられないじゃん、バイト。ああ、なるほど。バイトの子が覚えられないから、覚えられないとめっちゃ時間かかっちゃうんですよ。なるほどね。しかものんびりしてるからさ、はい、さらに時間かかっちゃうから、さすがに田舎の人でも、はい、すっごい行列できるわけですよ。はいはいはい、はい。なるほど。だから、そこは、簡単にしよう。はぁ。みたいな、バカみたいな話なんだけど、はい。意外とそう。だいたいみんななんか、普通に原価率から計算して、はい。値付け20種類とか作っちゃうんですよ、パンって。なんか、その話聞いてるとそんな難しい、なんか、手こ入れしてないじゃないですか。そう。意外とそんなとこなんですか？もう意外とそんなところの、もう細かな、へぇ細かななんか。でも結果出ねえのすごいっすね。うん、そう、なんかそれで。細かなチューニング。そう。何店舗っすか、今。20店舗。もう契約78店舗してるから。え ?78 店舗してる。小麦の奴隷78店舗なるんですか、ゆくゆく。あ、もう絶対なる。来年中には絶対オープンする。ちゃくちゃ。来年100店舗超えると思う。でも、これね、僕は必要だと思ってるんですよ。何が？田舎、いや、だから生活インフラじゃない。はいはいはい。主食じゃん、パン。確かに、確かに。お米はさ、炊飯器で炊けるけどさ、ああ。家でパン作るの大変だから、作れなくはないですよ。
今冷凍パン、そのままもうパンを冷凍して売ってるのとかあるけど、はいはい、あれいいんだけど、はい、種類食おうと思ったらかさばるし、あ、まあ、確かになんだかんだ言って電子レンジで温めるのめんどくさいから、はい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 、だったら近くにパン屋さんあったら、あ、例えば200円とか、はい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 、100円200円のものをさ、買うな、確かに。買うじゃん、はい、買った方が楽だもん、はい、だから絶対必要なんですよ。パン屋さんっていうのは絶対必要な生活インフラなんで、はい、道路とか橋作るよりも重要かもしれない。なるほどな。で、この間マンホール屋さんの話知ってる？いや、知らないです。何ですか？マンホール捜索隊みたいな。何ですか？マンホール捜索隊。マンホールを守ろうみたいな。マンホールを守る人たちがいるんですか？マンホール誰も攻めてないですよ。誰からも攻撃受けて、マンホールは素通りしてますから。うん、で、マンホールって、はい、要は20年、30年経つと劣化していって、はい、下水道が、あの、どんどん腐食していって、はは、なんか最近ほら、なんか、いきなりこう、道路が陥没するみたいな。あ、なんかありますよ、ね。事故あるじゃん。はいはいはい。あれは、だから劣化してるから、そんな。ああ、そういうことか。はいはい。下水道のインフラって、やっぱ何十年も経つと、はい、あ、劣化していくわけですよ。例えば、銭湯とか温泉の近くって、はい、どんどん腐食していくわけ。なるほど。だって、その、いろんな腐食するような成分が入ってるわけじゃん。だから腐食しやすかったりとか、もう交通量が多いところももちろん腐食しやすいし、で、そのマンホールの写真をスマホで撮ると、はい、そのマンホールの模様が年代によって違うんだよ。ああ、はいはいはい。これでも30年前とか、はいはい。マンホールの周りの、あのなんかところが壊れてたりとかすると、それも AI で、だいたいここはもうやばいねとか、で、地図上に近くに温泉あったりすると、あ、ここはかなりやばいねとか、で、AI で、あ、この、ここのあたりのマンホールを重点的にチェックすれば、はい、あの、効率的だよね。お金もかかんないよね。っていうことができるわけ。はいはい。で、東京都はそれでも全部のマンホールを一応、あの、帳簿に持ってるけど、はいはい、田舎は予算がないから、とりあえず下水作ったんだけど、その帳簿にどこにマンホールがあるとかいうのデータ持ってなかったりするわけ。デジタルデータももちろん持ってなかったりするわけ。はいはいはい、だから人力に頼った方が面白いよね。つって、マンホール何個制覇したみたいな。へぇー。っていうのを、なんかちょうど今イベントで、東京23区で、東京23区にあるすべてのマンホールをコンプしますみたいなイベントやってるんですよ。それ堀江さん噛んでないですよ。いや、噛んでる。噛んでるんですか？ちょっと PR をお手伝いしてるんだけど、はい、それに仮想通貨、NFT みたいなのくっつけて、はい、あの、要はそれ、マンホールどんどんやったら、はい、今ポイントなんだけど、はい、将来的にその仮想通貨に変わる。何すか？面白くない？何やってんすか、ずっと。それとか、今度、加賀温泉郷って言った、はい、石川県の加賀温泉で、それ今、今度からやるんです。マンホールですか？そう。で、加賀温泉って温泉じゃん。はい、やっぱマンホールいたんだよ。あー、なるほど。さっきも言ったけど、はい、田舎って人材が不足してるから、はいはいはい、その下水とか、その、この間さ、なんか水道橋がさ、はいはいはい、崩落した時もあったじゃん。はいはいはい、ああいうのインフラって、みんななんか、人口増えると思って、わーって、地方の公共事業みたいな政治家がこう持ってきたりとかして、はいはいはい、なんかこれいるのこの橋みたいな作ったりしてるでしょ、はいはいはい、あれがここから2、30年でどんどん壊れていくわけですよ。壊れていくのに税収ないから、メンテナンスできないから、どうしようもないじゃん、はいはい、っていう状況になっていく。ああ。そういうの社会問題とか、だから田舎ってこれから多分すっごいお荷物になってる。なるほど。で、実際僕出身八女ってとこなんですけど、はい、この間八女にちょっと所用で行った時に、うちの周りがめちゃくちゃ人口増えてる。ほうほうほう。八女市って、で人口 7万人ぐらいの、はい、まあ、町で、はい、まあ、割と20年ぐらい前かな。その前、八女郡っていうところと八女市っていうのを合併して、7万何千人ぐらいの町になったんだけど、はい、うちの近くの人口なんで増えてんだろう、うん、人口減ってんだよ。はい、八女市としてはどんどん減ってんだけど、はい、うちの周りだけ増えてる。はい、そしたら、うちの母親に言われたんですけど、はい、いや、山の民が里に降りてきてる。いや、もう、もののけ姫みたいな話してる。なるほどね。うん、その要は、うん、減ってしまったから。じゃあ山が、要は限界集落になってるわけですよ。っていうことですよね。そう。はい、で、みんな先祖代々の土地に、私はここに60年も住んだんだから、ずっとここにいたいとか言うんだけど、結局ね、実際ね、車の運転できなくなって、免許返上せざるを得なくなって、で、一人で、なるほど、面白い。配偶者に先立たれて一人でそこに住むっていうと、はい、
やっぱ相当の精神力ない人は、もう諦めちゃうね。なるほどね。で、しかもさ、周りのね、集落じゃあ、15人ぐらい住んでる集落だったとするけど、もうなんか、あ、うちの、なんか、隣の何々さんが、脳卒中で亡くなられた、みたいな話が、ポツ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 来るわけじゃん。次は俺か、と思うじゃないですか。たら、やっぱ平地にあるアパートとかマンションに、移り住みないと俺死ぬなって思ったら行く。出すぎないんですね。あの、要は、あの、東京までは出ないけれども、もういい山のふもとまではいる。踏みとこまではいる。で、今そのふもとがちょっと盛り上がってるんです。かなり盛り上がってる。確かに、そっか、でも山の上でっていうのは、別にここに50人とか100人とか住んでたから、まあ、助け合いもあってあれだったけど、ここが減っちゃうと、ある程度人数、もうこれ15人とかなってくるから、もう降りようっていうふうに、もう5人とか、3人とかになってくるから、ふもとがちょっとバブってんすか、今。今、ふもとバブってる。うちの周りとか、面白いっすね、俺の友達の小学校の同級生の田んぼとか、はいはい、みんな売ってるもん。おもろいですね。そこにあの、ゆめタウンっていうショッピングモールができて、はい、うちだってゆめタウンから5分だった。おもろいですね。でもそれって、八女市だけの話じゃないですもんね。今の話。そうそうそう。日本全国でそれが。日本全国でそれが起きてる。いや、面白い。だからうちの土地も、なんかいろんな相続とかの問題で、はい、半分売ったらしいんですよ。はい、何年か前に。たら、アパート建てた2つぐらい。盛り上がってるんですね。盛り上がってる。だから地下を買って。おーみたいな。俺も絶対うちの実家の土地なんて二足三門だと思ってたわけ。面白い。なんか仮想通貨みたいに。あー、おもろいっすね。なんだ。これ、俺子供の頃は、ほんとこの土地なんか、絶対価値、資産価値なんかないと思ってたわけです。はいはいはい。だけど、ある。おもろいっすね。びっくりするぐらい。びっくりするぐらい。人が減り始めたらそこになんとなく一回こう波みたいに一回ここに戻るんですね。だからいわゆるコンパクトシティ化っていう流れが、実際にみんな、あのもう段階の世代がやっぱりトリガーになってそうなって、はい、段階の世代が後期高齢者になってきて、後期高齢者になったらそういう風になる。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるしゅ。 No, no, no telephone.